海進系の、まあ、特徴ですが、やはり主幹部の上は広い空間取れています。で、独立した種子が、4本。で、改良海進系になった時には、やはり上から見た時に X 型で、まあ、大きな種子を2本残して、まあ、中枝ですよね。結果母子をたくさんつけることで、種量を確保する。それで下がってる枝、中間にある枝、上を向いてる枝、これが交互にローテーションしていくように枝の配置をする。それで、やはりあの、亜種子を置かないと、もうどん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 枝は伸びていきますので、どの辺で亜種子をつけて、亜種子を、作っていくか。だから、まあ、10年超えて変則主幹系からだんだん5本、まあ、20年で4本。まあ、その間にもう、亜種子の候補をしっかりと固定して、徐々に亜種子の方に力を持っていく。まあ、指導室の中で書いてあることです。それを目標としたいと思います。